アラパホ族、またはアラパホー族は北アメリカに潜入するインディアン部族である。アラパホー族の部族国旗スキャビーブル元々はミシシッピ川より東部ミネソタ州北部のレッドリバーバレー流域の森林地帯でトウモロコシやカボチャ、豆などを栽培しながら暮らしていたが白人入植の影響で18世紀にそこから南西に移動し、 ノースダコタ州及びサウスダコタ州の平原地帯を領域とした。そして19世紀頃にさらに南下して移動し、プラット川沿いのワイオーミング州とオクラホマ州の二つのグループに分かれていった。1863年が州国政府と平原インディアンとの間で起きたコロラド戦争に参戦。1864年、サンドクリークのシャイアン族とアラパホ族の野営地が、 アメリカ陸軍の攻撃を受け、女子供などを中心に数百人が死亡。1876年、リトルビッグホーンの戦いで、数族、シャイアン族らと共に参戦し、カスターチューサ率いるアメリカ第7騎兵隊を破った。アラッパ法は、山から駆け下りる人々、または、ポーニー族の言葉で、攻撃者の意図される。彼ら自身は、犬なイガと自称する。 他の平原部族同様、犬を食べる文化を持ち、他部族からの呼称では、犬食いという意味の呼び名が多い。アメリカ合衆国のアルゴンキン語族に属し、TP で移動してバッファロー狩りをし、またアースロッチに住んで、トウモロコシ栽培などをしていた、反応型の平原インディアン。アラッパホ族は2つのグループに分かれており、現在ワイオミング州とコロラド州に住む北部、アラッパホ族と、 オクラホマ州やカンザス州西部などに住む南部、アラパホ族がある。現在、アメリカ連邦政府から公式にインディアン部族として認定され、保留地を領有しているのは、ワイオミング州とオクラホマ州の二部族だけである。ワイオミング州西部のウィンドリバー保留地は、東少々二族との共同保留地となっており、ここに北部、アラパホ族が約3000人いる。 オクラホマ州南部には、シャイアン・アラパ法保留地があり、南部、アラパ法族と、北部及び南部シャイアン族の共同保留地となっている。ありがとうございます。